六角義方、三好三人衆を破った織田信長は足利義昭を奉じてついに上洛を果たした。信長は直ちに朝廷に働きかけて義昭を将軍の座につけると、京の本国寺に将軍家の仮御所を設置。将軍家の警護役として光秀と秀吉らを残し、自身は盟友の長政を伴って本拠の美濃へ帰国した。六条合戦。義昭様を無事に京に送り届けたことだし、これで少しは天下も落ち着くかな。そうはいくまい。将軍位につかせたとはいえ、力なき将軍家に忠を尽くす者がどれほどいるか。だから兄様や長政様が助けてあげるんでしょ。今はそうだな、助ける価値のあるうちは助ける。な、それってどういう。今日の松永久秀殿より急死が参りましたぞ。今日追われた三好三人衆にまたも不穏の動きが。長政、直ちに兵を率いて京へ向かうぞ。あ、不穏の動きったって援軍要請はまだだろ。今日は遠い、今から動かねば間に合わん。まだ将軍が撃たれては困るのでな。俺のやり方。手を貸すぜ、信長様。義昭様のいる本国寺までもうすぐだ。これで何も起きてなかったらとんだ骨折りだな。いえ、進むほどに嫌な匂いが濃くなっていく。これはもう始まっているわね。さすが大方様、俺もそう思います。物見を放つまでもないか。時は一刻を争う、先を急ぐぞ。久秀の頼りをもとに来てみれば、やはり三好の残党どもが攻め寄せていたか。武田殿、美濃にいるはずのあなたがなぜここに。信長が現れたなど、バカな。準備はしておれん。急ぎ義昭を討つのだ。信長殿、私はここだ。早う助けに参れ。この程度か。三好め、俺の留守を狙ってきたか。この木に叩き潰しておかねばなるまい。三好三人衆がいる限り都は落ち着かねえ。俺が絶対に倒してやる。このままでは押し切られてしまう。援軍を呼びに行かねば。敵に何やら不審の動きあり、懸念の種は排除しておきましょう。討ち死に。やれやれ、信長様が間に合ってなけりゃ今頃どうなってたやら。親父の加勢で流れが変わった。やっぱり親父はすげえ。俺も頑張るぞ。ご無事ですか義昭様。金国の書をかき集めて馳せ参じましたぞ。
ずい。いよいよ厳しくなってきたぞ。この程度か。まだ諦めるには早い。義明を直接狙え。開門。この程度か。斎藤殿を援護せよ。一気加勢に攻め立てるのだ。また敵が現れたのか。もう俺たちだけじゃどうにもならねえぞ。急げ。直ちに三好方に加勢せよ。続け。急げ。この俺を止めようとて無駄よ。俺をうつけと侮ったか。聞かせていただこう。壊してくれ。さすがです。僕も頑張らないと。俺をうつけと侮ったか。耐えきれん。聞かせてもらう。俺の出番か。俺がやる。わかった。なんとかしのげたか。よっしゃ、今度はこっちの番だ。耐えた分しっかり暴れてやるからな。ここは引こうか、アルマイ。あなたの輝き、何よりまばゆい。これも出番か。苦戦、救援艦。ファイト。これが俺のやり方だ。やってやるぜ。うりゃ。絶対に倒せ。悔しいな、ここまでか。それでこそ長政様だね。助かった。ご加勢かたじけない。さらなる襲撃に備えておく必要があろう。守りをもっと固めておく。形勢逆転というわけか。まあよい。砦にこもれば佐島の信長も手は出せまいで。うちにこもり手駒に戦わせるか。腐り果てた者の不戻きめ。よし、目障りな敵は全て退けたな。前線をさらに押し上げるぞ。開門。我が理想の世に腐敗した輩は不要。さような異物は焼却が良い。みんな破形をしたください。奴らを炙り砦から引きずり出すのです。怪しげな兵がいるぞ。撃ち取ってしまえ。策の準備を進めている間、俺たちは派手に暴れて敵の目を引きつけておくか。織田の援軍か。ここから先は通さぬぞ。それでは進軍できないぞ。
ずいぶん張り切っているようね。くせん、急乱闘。これが俺のやり方だ。ここは引こうかあるまい。敵将討ち取ったぞ。かなう相手ではなかったか。なんと見事な。この俺を止めようとて無駄よ。急げ。俺の出番か。これが俺のやり方だ。耐えきれん。聞かせてもらう。お見事にございますな。貴様ら何をしている。まだこんなもんじゃねえ。それまで。敵の目を引こうと思ったがダメだったか。策の準備は大丈夫か。はい、そう。であるか。工作兵がやられましたか。ではもう一度です。おお、に分かった。味方が火星に来てくれたか。目障りだ。壊してくれる。兵を進められる。これより各地の味方に加勢する。俺の出番か。俺を打つけと侮ったか。力及ばずか。なんと見事な。これが俺のやり方だ。力及ばずか。怪しげな敵兵がいるぞ。撃ち取れ。やってやるぜ。絶対に倒せ。まだまだこんなもんじゃねえ。敵将、この浅い長政が撃ち取った。それでこそ長政様だね。皆準備はよろしいか。放ちなさい。な、家計だと。くそ、砦にとどまっては我ら残らず丸焼けよ。こうなったら破れかぶれだ。信長どもと差し違えてやるわ。開門。
来たな。ならば迎え撃つのみ。敵将、この浅井長政が討ち取った。ここは引こうか、アルマイ。なんと見事な。壊してくれる。敵将、討ち取ったぞ。かなう相手ではなかったか。焦らせ面目ない。構わん、将軍が無事ならそれでいい。これで都も少しは静かになろう。まさか信長様に来ていただけるとは。いや、本当に助かりました。我らだけでは危うい戦だった。久秀殿があらかじめ信長殿に知らせていなければ。この戦、一番の手柄は久秀だったようだな。久秀、よく知らせてくれた。三好三人衆とは因縁の間柄、常に気にかけておりましたゆえな。奴らは過去の栄華にすがるだけのクズ。これでようやく掃除が叶いました。で、あるな。信長殿、遠くからよう駆けつけてくれた。私を大切にしてくれていること、心から礼を申すぞ。この機にそなたを副将軍に推挙したいと思うが、もちろん受けてくれよな。俺にそのような大役は似合いますまい。それよりも今日の守りをより堅固にしなくては。そうか、世話をかけてすまぬな。もったいなきお言葉。ではこれにて。将軍様との謁見はもう終わり？随分と早かったわね。将軍と長話するいとまがあるならば、俺は機長と話していたいからな。嬉しい。ねえ、外に出ない？あなたに見せたいものがあるの。まあ、いいだろう。この戦火を耐えたか。このムクもいつかはすすけてしまうのかしら。そうはさせない。光秀だろ。お前に先を越されるとはな。確かに犠牲なくして太平の世は築けんのやもしれん。だが市中の希望を守り抜くには乱れし現世を打ち砕かねばならん。その先に太平がなれば、無垢は無垢のままでいられよう。それが天下一心なら、あなたが守り抜きたい希望って。俺にとって大切な者たち、もちろん機長、お前もだ。笑うか？らしくないと。ああ、
い草だ。美月。けどそれでこそ俺の親父だ。惚れ直したぜ、な機長さん。もう。